今回の動画は、実況というよりもちょっとネタ的な動画ということで、皆さん大好きな某 DRT の某タイニークラッシュというルアーをパクったオマージュジェネリック、まあ、言い方いろいろあると思うんですけれども、その知ってる人も多いと思います。このルアーですね、チャイニークラッシュことジョイクラという製品となってます。今ちょっとこれ何も付属品つけてない状態なんですけれども、これにですね、いろいろパーツがついてきたので、そのいろんなパーツをつけてですね、こいつ泳がせてみたいと思います。といってももういろんな方が動画にしてて散々こすられてきてるコンテンツなので、まあ、そこまで面白い動画になることはないと思うんですけれども、まあ、記録用としてですね、ちょっと撮ってみたいと思います。本当は去年の11月12月ぐらいには購入してたんですけれども、調光のたびにこれ結構使ってたんですけれども、なかなか釣ることができなかったので、今回別に動画を撮ってみました。ってことで、いろんなパーツをつけてですね、試しに使ってみたいと思います。じゃあとりあえずこのジョイクラ、チャイニークラッシュにこのテールをつけて、動かしてみたいと思います。あ、そうそう、これ僕実は純正のタイニークラッシュ使ったことないんで、これがどんな風に違うのかっていうのは、ぶっちゃけわかりません。なので、大した比較できないんですけれども、とりあえず使ってみた感想とか、のたまいたいと思います。で、多分ブログの方にも書いてると思うんですけども、これ見えますかね？これ、なんかこれ出てるんですよね。このテールの部品が。ここ本当は多分こういう風にボディに沿って切れてるはずなんですけれども、まあ、これがデフォルトなのか、分からないんですけれども、一応これで使ってみます。っていうかこれテール上下合ってるのかなよいしょ。リップは試しにつけないで、一回使ってみたいと思います。果たしてこれが本家のタイニークラッシュとどんな動きの違いがあるかっていうのは分かんないんですけれども、これはこれですごいいい動きするんですよね。このヨタ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 っていう動きめっちゃ釣れそうなんですよね。デジ巻きで使ってあげると移動距離を抑えて一点でクイックイッロールしながら首振ってくれて、結構ピンポイントで魚を支えるんで、かなり使える動きになってますね。これカバー際に落としてこんな感じでデジ巻きでクイックイックイッって動かすと、カバーからバス出てきて食ってくるんじゃないですかね。ヤフオクで購入したんですけれども、確か3500円ぐらいだったかな。割といい動きしてくれるんで、なかなかお買い得じゃないかなと思うんですけれども、まあ、詰まるところはこれパクリですからね。これを買った方がいいと推奨はあんまりできないかもしれないです。ただ、これはこれですっごいいい動きします。普通に釣れそうなんですよね。僕がバスなら食ってます。よし。ちょっとリップをつけてみます。
ついてきたリップの中で一番小さい、リップですね。多分これが一番浅く潜るタイプなんじゃないかなと。ただ巻きだとロールしながら引いてこれる、そんな感じですね。で、割と結構潜りますね、ただ巻きだと。一番小さいリップでも。ねじ巻きだと割と浅いレンジを、クイックイックイって移動距離を抑えながら引いてこれる、で魚を誘えるんで、これはこれでありですね。ただ僕としてはリップなしでも全然いいかなと。一点で動かす分には逆にリップない方が使いやすいかもしれないです。まあ時と場合によると思うんですけど。ロッド操作ですると、180度に近いターンをしますね。じゃあテールを、こちらのテールに変更してみたいと思います。これは問題なくつきますね。このテールのパーツが出ることもなく綺麗に収まってますね。こっちのテールだとなんかあんまりターンしないですね。ああ、なるほど。全然違うんだ動き。すげえ。ただ巻きでは？ただ巻きだと愛字引き、ゆっくり引いて愛字引きするといいのかもしれないですね。普通にリリングすると全然動かないです。これは本家も一緒なのかな。全然本家わかんないから比較もクソもないんですけどね。ただ巻きだと普通にロールしながら巻けますね。レジ巻きで動かすとさっきのテールに比べてなんか横に動くというか、そこまで一点で首を振らないっていう感じですね。僕はさっきのテールの方が好きですね。でも3500円でこのクオリティのルアーが来るっていうのはやっぱすごいですね。パクリですけど。カラスがめっちゃ飛んでますね。このあのカラスの群れを見ると、あの旧劇場版のエヴァンゲリオンのエヴァ量産型とアスカの戦いを思い出すんですよね。やっぱり僕はこっちのテールの方が好きかもしれないです。あと多分ブログでも話してると思うんですけれども、付属品としてはこの形のテールが、スペアテールが2個とこのサイズ違いのリップが、今これもつけてるんでトータル3つですね、ついてます。一番小さい、中くらい、大きいっていうことなんで、これはまあ先行振動を変えるための、リップだと思いますんで、まあ、これは試さなくてもいいかな。できればこの形のスペアテールをあと2個ぐらいつけて欲しかったっていうのが、本音ですね。このテール結構いいですね。なんか他の方のブログだとか動画とか見るとなんか純正の、DRT タイニークラッシュのスペアテールがつくみたいですので、
できればそれも買ってみようかなと思うんですけれども、どこにも売ってないんですよね。これどうやったら買えるんですかね。普通に売ってるんですかね。ちょっともし分かる方いらっしゃったらぜひ教えてほしいところです。いやでもこれ普通に普通にイールはですね、いやこれすっごい湯動きしますね。レジ巻きで移動距離を抑えてネチネチ探るんだったら、リップなしのこの形状のテールが一番やりやすいと思います。ちょっとジャークしながら竿を動かしながら誘う場合はやっぱりリップがあった方が断然いいですね。結構インスタとかでカバーにピッチングで投げてチョン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 ってしながら誘ってバスに捕食させるっていう釣り方されてる方はやっぱりリップつけてちょっと沈ませてで竿で誘いながらバイトに持ち込むっていう釣り方されてるインフルエンサーの方とかよくいらっしゃいますよね。あれめっちゃかっこいいっすよね。ってな感じでチャイニークラッシュ、ジョイクラですね、使ってみた感想でした。まあ、これは結構いい動きだったんで、まあ、それこそですね本家、タイニークラッシュがどんな動きするかっていうのがちょっと気になり始めたんですけれども、まあ、なかなか売ってないし手に入れることもできないし、手に入れるのも結構大変みたいなので、まあ、僕はこのジョイクラでいいかな、チャイニークラッシュでいいかなこれで釣れたらきっと楽しいんでしょうね。これでカバーとかハイシーズンだったら打ってみたいと思います。ということで、レビューというかちょっと使ってみた感想、以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。